国際ボート連盟は、ボート競技の国際競技連盟。略称は、ワールドローイング。2019年10月現在の会長は、ジャンクリストフ・ロラン。世界ボート選手権などの大会を主催している。ボート競技の人気上昇に伴い、様々なルールの統一を目的に、1892年6月25日に、フランス、スイス、ベルギー、アドリア、イタリアの代表により、 トリノに設立。初めてフィザが開催した大会は、1893年にイタリアのオルタコで開催されたヨーロッパボート選手権である。3種目10組のみの参加であった。1922年にはローザンヌに本部を設置した。フィザはオリンピックの活動に最初に参加した国際競技連盟である。 その後第一回アテネ大会からボートはオリンピック競技となっている。ボートが行われている国にはフィザに加盟する国内競技連盟が設置されていて2019年10月現在155団体に及ぶ。フィザは1年を通して国際的なボートの大会を開催している。ありがとうございます。